始まりの歌、ちょっと始まりだからいく、せーの、始まりの歌ね、シーズンオブザビギニング庄島ルストック2020。ちょっと怪しかったよ。いよいよ明日となりました。明日となりました。イエーイ、よろしくお願いします。なんと T シャツが届きましたよ。あ、これですね、これ始まりの歌ね T シャツ。後ろを見ると、あの演者さんの名前まで書いてありますのでね。これは今、今日配信してます。何言ってんの、どういうこと。え、これはだから前日に今配信してるんだろ。あ、そうだよ、今日配信するんだ。明日だもんね。明日だから、いよいよ明日って今言いましたよ。明日10月10日はい、で、始まりの種を見るにはマイルストーンさん、マイルストーンさんから配信されます。 YouTube ツイキャスじゃないです。そうです、マイルストーンさんから配信なのでお間違いなく。で、詳細欄にマイルストーンさんへの登録の仕方書いてありますので、無料の。明日これからとか明日登録しても間に合うの？お、全然間に合います。間に合うの？なんなら配信中にやっていただいたって途中からですけどね、見れますし、アーカイブは2週間残りますから、じゃんじゃん、登録してチケット買っていただけましたら、明日ね、明日は一日雨ですから。そうです。お家でゆっくりと。ちょうどいいね。ちょうどいいですね。もううちで見るしかないって。うちで見るしかないですから。そうです、そうです。明日はもう家に引きこもりましょう。そして配信一緒に楽しんでいただけたらなって思います。そのマイルストーンさんの、やり方が難しかったり。そうですね、なんだかんだっていう場合もあるみたいなんですが。そうですね、最後まで諦めずに。そういう話、違うでしょ。うちにメールくださいってことじゃないの？あ、そうなの？そうだよ、庄司丸にメールくださったら、店頭支払いはまあもう明日なんで難しいですけど。あ、でもアーカイブの2週間は見れる。そうそう、アーカイブ2週間見れるんで、銀行振込か店頭支払いでご購入いただけますので、入金確認後リンクをお送りしますので、そちらでお楽しみいただけます。オンタイムで見たい方は、マイルストーンさんに無料の会員登録をして、クレジットカードでご購入をください。それでは明日、あったねチーム。